大丈夫ですか？治りました？治りましたかね？あ、治った。治った治った、よかったよかった。急に言ってくれてる。チャレンジしようって。結果はどうであれチャレンジすることに意味があると思うやって。確かに人生一度きりですもんね。自分磨き頑張りますやってさ。頑張ってください。頑張ってね。もう私はもう待ってるしか言えないから、まあ、自分の意思がねどうかやと思うから、ぜひお待ちしてます。夏美さん、ファイティン、ファイティン、おめでとう。頑張ってね。もう頑張ってしか言えないけど、頑張れ。ファイト。私も頑張ります。じゃあ続いて3月6日のゆりんさん、ゆりんさんいらっしゃいますか？本当に皆さんたくさんのコメントありがとうございます。やってさん、ゆりん、あ、でも最近気になって高校3年生ですって聞いてくれてる。若い子多いね最近ね。嬉しいね。ゆりん、最近気になって高校3年生ですやってさ、ありがとう。女の子多いね。みんな若いね。私もまだ若いけど。ゆりん、ゆりんいるかな。ゆりんちゃんいらっしゃいますか？いた？嘘？マジで？どこにおるの？嘘？どこにおる？あ、おった！ありがとう。リクエストあればください。初見さん、確かにお尻痛い。めっちゃお尻痛い。カラオケで春はもうすぐ、春はもうすぐって何、え、さやかさんの歌それ、あれどこや、え、私歌えるかな、歌えなかったらごめんなさいね。ワンハーフで大丈夫ですか？1番でよろしいですか？え、歌えなかったらごめんなさい。フルがいい、ワンハーフがいい、ただ歌えるかわからないから。あるかな、あ、ある、え、ちゃうわ、あ、ない、さる、え、さ、え、違うな、違う人やったらある、え、違う人やつ歌えへんから。ない、ないですね。他の曲ありますか？なかったよ。そうね、ない曲もあるんでね。ちょっとね。あ、優しさの稲妻もないのよ。もう。そうなの、優しさの稲妻もね、ネイビー曲がね、基本少ないんよね。多いねほんまに。春はもうすぐで、ちゃんとさやかさんと浮かぶのはさすが。
あ、僕だって泣いちゃうよ。フルでいいですか？さやかさん推しなんかな。ありました。フルでいいですか？カラコンすごいな、これ初めてつけてん。ママがつけてて、うわかわいいってな、言ってかわいいってママに言ったら、あんたつけてみーな、似合うと思うよって買ってくれて、そうつけてんけど、なんかママの方、ママがつけてる色より明るいかも。つけてた色よりこっちの方が明るい。こんな明るかったっけ。うん、なんか近くで見ると緑めっちゃ。さやかさん、ダンサブルチームバトル。嬉しい。ダンサブル入ってる。ありがとうございます。君が好きなんだ、知ってるよね。だから日々思い出してしまうたび、僕だって泣いちゃうよ。夜明け明けだ、今あったらこの街僕は出て行くよ。まだ眠ってる君を起こさないように、おでこにそっと口づけしてさよなら。話したかったことを考えたら止まらなくて、星空が空気ぬスピードにきっと追い越されちゃうだろう。ここでドアを開けなければ夢を叶えるなんてできない。今の幸せから飛び出して一人で生きてゆくと決めたよ。風は冷たい、外の世界を知らない、僕には押しつぶされそうな不安だってあるけど、君になんて絶対に見せ合えるじゃない。風は吹いてるか木枯らしか、空の様子がわからない。それでもここにいちゃダメなんだ、孤独になる瞬間は僕だって泣いちゃうよ。まだギリ大丈夫、もうアウトやからこれ。ドアの鍵をゆっくり、音を立てないように閉めて、たとえ外は雪が降ってようと、自分の未来に立ち向かう。人は一生の間に何度大きな決断をする。僕は確かな愛まで捨て手に入れたいと思う。
すいません歌えなかった、すいません歌えなかった全然。ありがとうございますリクエスト。高いね相変わらずねこの曲ね、ありがとうゆりんちゃん、これからもダンサブル押してください。続いて3月11日生まれのマイロさん、マイロさんいらっしゃいますか。ドアの鍵を目薬さしたい、考えたら止まらなくていらっしゃいまし、おすごい桜降ってる、桜の花びらたちが咲く頃、いないね。どこかで希望の鐘が鳴り響く。じゃあ続いていきます。3月13日生まれのマスオさんいらっしゃいますか。マスオさん。これもうママうるさい ママ声聞こえてんだよママの。今日もテンション高い、眠たい、もう眠たい、見たらええやんの。聞こえた？知らんし、壁が薄いんすようちの家。マスオさんいらっしゃらないね。じゃあ同じく3月13日のにゃーさん、にゃーさんもねコメントで仕事なので間に合わないかもしれないですって来ててん。そう。そう、もしかしたら入れたら。なあ、わざとやろう。なあ、ほんまにな、わざとやろうって思うぐらいな。めっちゃ喋るやん。ショールームするときだけほんまにめっちゃ喋るから。ママその場にいなくてもおもろい、どういうこと？あー声だけでってこと？声だけでいないね。3月17日生まれの翔介さんいらっしゃいますか。かわいい、この NAB の何アバターっていうの、アバターかわいい、めちゃめちゃかわいい。あ、いた！翔介さんは、メッセージ書いてくださいって言われてんけど、そう、今からメッセージ書きますから、皆さんで喋っててくださいね。
どうしようかな。どうしようかな。どうしようかな。私の頭皮見ないで。考え中。ちょっと待ってね。どうしようかな。待ってな。あ、間違えた。これにしよう。ちょっと待ってな。はい、行きました。あ、間違えた。はい、じゃじゃーん。翔介さん、おめでとうございます。これからいっぱい翔介さんとの思い出いっぱい作っていきたいです。ショールーム見に来てくれてありがとう。ありがとう。遊びに来たよって、ありがとう。メッシュさん、だいぶ待ちます、すいません。どうですか、どうですか、どうですか。どう？いる？翔介さん。嬉しいです。やって嬉しい。喜んでもらえて、私も嬉しいです。ありがとう。素敵な一年にしてね。おめでとうございます。
じゃあ続いて3月19日生まれの2番目のともさん、ともさんって言うの、ともさん、ともさんからは2年前の3月生まれ歓迎公演でゆうみさんのメッセージカード当たりました、ありがたやでしたってさ、2年前にありがとう、今も大切にしてくれてるかな、今も大切にしてくれてるかな、いてたよね、ともさん、2番目のともさん、おるやん、ほら、天神姫ね、ワンハーフですか？フルですか？甘髪は嬉しい、大切にしてますって、嬉しい、ありがとうございます、なむなむ、あれ、これワンハーフ、フル、ガッチー、嬉しいね、メッセージカード、2年前のやつやけど大切にしてくれてるの、ありがとう、来たよ、ありがとう、来てくれて、あのフルかワンハーフか言ってくれないとちょっと歌えないんですけどちょっと歌えないんですけども、お任せで、任せられた、ちょっとじゃあ1番歌えたら2番も歌いますね、部屋に運び込んだデンマークのソファー、片隅奥には大きすぎた、店先で見た時運命感じたのに、頭で描いたイメージと違ったね、僕たちが付き合い始めてから2年に、ハートのサイズも微妙にずれてきたのか、甘がみはいつだって君らしい愛し方、僕のこの手に噛みつきじゃれてるつもりなんだろう、いたずらっぽい目で思考をずっと振ってる、だけど今は凶暴すぎてもうしかめてしまった、終わったありがとうございます、これ1位、まあいいか、わー、いっぱいなんかあれディスコみたいに流れてるありがとうございます、私カラオケ配信でまともに歌えたことないマジでまともに歌えたことないわ、よく頑張りました、ありがとうございます、歌えた歌えた、そうミラーボール、それありがとうございます、
2番目のトムさん、またね、劇場何やろ、通常公演がねできたら、また私のメッセージ受けに来て、あの受け取りに来てくださいありがとう、おめでとう。続いて3月21日のルアさん、いらっしゃいますか。ルアさん、ルアさん、ルアさん、お尻痛いよ、お尻痛いよ、ルバさんいらっしゃいますか甘神はいつだってだら、最近な、なんかな、自分のなんか歌い方が嫌や、自分の昔からやねんけど、なんかな、どんどん下手くそになってる気がするね。あ、ルバさんありがとう、何かリクエストあればください。うん、ドル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 、おめでとうございます。髪伸ばすの？いや、予定はないですね。髪伸ばす予定は全然ない。今公園も何もないからさ、そう、なんか伸びるの早いよな私、マジで。ここまでやったのに、もうこんなぐらい。ルバシャン、3月で20歳になりました、メッセージお願いします。ええ、3月で20歳になっちゃったの？待ってね、みんなに喋っててね。仲間入りやん、大人の、大人の仲間入りですね。イエイイエイ。せやん、コメントちょっと遅れてるね、毎回じゃない待ってな、ちょっと待ってな。ちょっと待ってな。
もう字汚すぎるやろ。はい、お時間かけてすいません。うん、いくよ。はい、え、はい、ルアさん20歳おめでとう。これからたくさん大変なこと多くなってくると思うが、楽しいことや笑顔になることとかは私と一緒にしていこうね。イエーイ、一緒に楽しんでいきましょう人生。どう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 、ルバさん。どうですか。コメントがな、遅れてるから。ありがとうございます、お仕事頑張りますよって。よかった、ありがとう、リクエスト送ってくれて。素敵な一年になりますように。パチパチパチ。じゃあ続いて3月21日の D 小山さん。 DD ではなくなりました。ただその時間劇場にいます。あ、もうもらんやろ劇場には。この時間は大丈夫でしょう。いるでしょ、いてたよねさっき。あれ、おらへん。 DD ではなくなったってことは単押しになったってこと。え、単押しになったってことでよろしいですか。おるよ。すごいなんかアバター。おるで。その名前は変えてないねんな、まだ。 DD じゃないかな、 DD ではなくなったってことですか。楽しでございますよっ。リクエストください。ご報告あります。 DD 小山さんは石田ゆうみ楽しになりました。イエイ。勝手に決めつけるやつ。おい、単押しに慣れてないんかい。単押しに慣れてない。なんで D はじゃあ1個外した。アバターチッヒーなん、これ。チッヒーが作ったん。嘘やろ、チッヒーが作ったん。あー、出た、チヒね。もうね、多いね、もうほんまに。もうね、二押し、チヒゆうちゃん押し、チヒ、ゆうちひを押してくれてる人が、そう、いてて、この前も、え、誰押しですかって聞いたら、チヒ、チヒ、チヒ、どこ聞いてもチヒばっか。いいね、かわいいよ、チヒ。わかんねえ。チヒ悪いわけじゃないねんけど、あー、すごいよ、ゆうちひ、意外と多いねんなと思いながら。いや、チッヒーは作ってないねん。あ、なのに、え、じゃあチッヒーが今一番ってこと。ああ、悲しい、悲しい。そう、もう全部私2番目、ほんま全部2番目やねん。1番までなれへんのって。全部2番目。まあ DD 小山さんは知ってるから、私1番ってこと。で、リクエストは。リクエストは
そう、この前チヒとポムポムカフェ行ってきて、そう、なんかでチヒと私のアイコンにしてくれてる人がいてて、見てみたいな、そう、なんか投稿してくれてたんかな、そう、二人で、なんか珍しいな、私とあの二人押してくれてんのがみたいな、いや結構多いけどなと思いながらあ、一番石田ゆみですよって、ありがとうございます、ありがとうございますあ、コインナーが、わーね、コインナーかな、さっきはね、ちょっと待ちやしゃべりすぎてリクエスト来てるの忘れてたあの場所で出会ってからいろいろあった懐かしい日々ちょっと1234あと4人私たちが付き合う可能性なんてゼロだと思った。いつの日からだろう、自分の人生の中で欠かせなくなった。なぜあなたが離れてくのに、いい人のままいようなんて、そんなのって卑怯でしょ。もっとちゃんと傷つけて愛してたなら幻滅させてよ。恨んだり憎んだりして泣きながら No chance。 間違えた、はい、あ、オッケー、間違えた、間違えちゃった、最後最後間違えちゃったよ。この曲好きやねんやって、好きやねんって、嬉しい、私もこの曲大好き。スーパーの BGM 時々かかってる。 I'm OK やのに No thank you ちょっとコメント見て歌って、どうですか、この曲好き、毎日聴きながら仕事行ってるで、嬉しい、いいよね、ハッピーな曲を聴くとさ、あの何々でアップテンポな曲聴くといいよね、朝聴くとテンション上がるっていうか。
いや今日劇場行ってたけど、ゆうちゃんのオルコンユー見たいやって、嬉しい。今日何ウィルビーアイドルのやつ、研究生公演のやつ、ゆうちゃんのパートだけ音声、ああ嬉しいよ音量上げて聞いてんねんて、そこだけ分かりやすいよな私の声、 みんなに言われんねん、ここゆうちゃんの声やって、そうめっちゃ分かりやすいって言われるからよかったって思いながら劇場公演な、私も最近なくてさ全然、そうずっとあー DM 見ててん、ずっと昔の、そう劇場公演ってやっぱいいなって思いながら、そう嬉しいね劇場公演、待っててください待っててください。失恋ソングなんだけど、明るくていい曲、うん確かに、そうやね、歌詞はな切ないけどな、そうやね、ありがとう D 小山さん、素敵な一年にしてください。じゃあ続いて3月22日生まれのめいみさん、めいみさんいらっしゃいますか、もう待てませんすいませんすいません、ねえねえなー、リオパージュね、マナティが卒業発表しちゃったからびっくりした、普通にびっくりした、あんだけレオパージュのあのお礼公演の時に、そう寂しいです、もっとやりたいですって言ってたのに、かわいい、ほんまに癒される、もうねマジで癒されるメンバーやったから、しかも面白い、あのねあの、ま、今レオパージュを担当してくださってるマネージャーさんとマナティの掛け合いがめっちゃ面白くて、そうもうそれでもうずっとキラキラ笑ってたからさ、うん、ね若いのにそうやってちゃんと決断してすごい悩んだと思うねんけど、ね若いうちにちゃんと決断してる姿を見るとかっこいいなってめっちゃ思うもん。ね私はもう昔はそんなもう学校とかもね、そう考えに頭になかったからさそうそうNAB一本で頑張るっていう人やったから、すごいなんか両立できてたのがすごいなって思うね。大人っぽくなってしまう前のめいみさんいらっしゃいますかね、せいでレオパージュの名付け親やからな、ほんまにさん逆生誕祭久しぶり、逆生誕か、久しぶりに聞いた気がする、懐かしいやって、そうねそうだからないから、そうショールームで何かできないかなと思って、そう自粛期間中ずっと暇だったからそう始めたけど、もうあと2ヶ月ぐらいで終わる。NAB 一本もすごいと思うけどな、あもう人生かけてるからな、そうなったらね、えいみさん、めいみさん、めいみさんいらっしゃらないね。じゃあ続いて3月26日のみっちゃんいらっしゃいますか、あ、いらっしゃった、はーい、
夢中になれることがあって羨ましいやって。いやでも私はほんまに好きなことを仕事にできてるからすごいありがたいなってめっちゃ思うね。いろんなオーディションを受けてアイドルになりたいっていう夢をあっていろんなオーディションを受けたけどなかなか受からず、そう NAB が拾ってくれてね。だからこそ中途半端にはねそんななんか活動はしたくないし、こんな長いこと自分も入れると思わなかったからな。やからこそリクエストあればください。みっちゃん、喉がお疲れじゃなければ365日の紙飛行機お願いしたいです。やっていいよ。全然疲れてない。あれ？どこ行った？フルですか？ワンハーフですか？カラコン何使ってますか？カラコンは、ちょっと待ってな。後で紹介していい？ちょっと待ってな。まずセーターさん終わらせてからにしてください。ちょまた言って。フル？ワンハーフ？どっちかな？ワン、オッケー。そんなゆうちゃんを見つけて交渉して、押せて、押して、幸せ、幸せ、幸せ。あの場所で出会ってから。エロエロあった懐かしい日々。ちょっと人生は紙飛行機願い乗ってて飛んでゆくよ。え、もう2時間ぐらい経ってんの？あ、ダウンロード失敗した。え、これ動いてるやんな。ゆうちゃんに認知もらえるように頑張りますよ。さ、お、いっぱいコメントしてきてください。お話会も来てね。朝の空を見上げて今日という一日が笑顔
恋じゃないよ。どうですか？すごいいっぱい桜ふや、あの、降らしてくれてた。ありがとうございます。すごい綺麗。桜の花びらたちが咲く頃。なんかエコーかかってたら歌いにくいな。逆に？そうじゃない？あれ？私だけ？嬉しいです。ありがとうございます。明日も頑張りますってやってさ、頑張ってください。ファイティン。ありがとう、リクエスト送ってくれて。じゃあ続いて、3月27日生まれのゆいさん、いつも友達からゆうみちゃんの話聞いてますやってさ、誰だ誰だ誰だ、ゆいさんいらっしゃいますか。だるまさんがいっぱいだ。人生はああ紙飛行。あ、間に合いましたよってさ、あ、いる、おめでとうございます。リクエストあればください、ください。ごめんなさい。DJ 小山さんまた変わってるやん。何これ、杉浦琴音ちゃん最近気になってんの？そういうの良くないと思います。はい、全然嬉しくないし、こっちからしたら。うちもアバター作りたい。なんか無料で作れるやつだったらいいのにね。私大丈夫なので、ゆうみちゃんのこと好きな友達にメッセージ書いてあげてください。いい、優しい、優しい、いいの？友達って誰？友達って誰ですか？うん、友達って誰や。なんかリンとさっきの系がすごいねんけど。あ、バレた、戻しました、ののほに。はっ、ってでもともとななほな思ってたもんな。みっちゃんわかります？ツイッターの名前か。ああ、知ってるよ、知ってるよ。あれ、ツイッター DM いっぱい送ってくれてるくんな。え、違う、オッケー。
どうしようかな、はい、行きます。ゆいちゃんおめでとう。ショールーム来てくれて嬉しい。これからはみーちゃんの話いっぱい聞いてあげてね。ゆいちゃんとみーちゃんの2人にいつか会えることを楽しみにしてます。お待ちしてます。おめでとう、ありがとうね。ありがとう、ありがとうね。二人のメッセージ書きました二人同時に、二人同時にじゃないか。ありがとうございます。またゆうみちゃんの話たくさん聞きますね。やんちさん飽きずに聞いてください私の話をありがとう、来てくれてわざわざね。じゃあ続いて最後ですかね。3月31日生まれのしんじさんいらっしゃいますか。しんじさんいるやん、しんじさん8位におるやん。しんじさんリクエストください。1,2,3,4,5,5人いないか。かわいいゆうちゃんからの愛のこもったメッセージを書いてください。いいよ、待ちな。よ、これいっと。
それちょっと黙っちゃうな、あかんな、ちょっと下がってきてんけど、めっちゃ。あれ漢字合ってるっけこれ、ん合ってないな、こんな感じやったっけ。合ってた合ってました。ふんあ違うな、あーちょっとな、ちょっと待ってな、ひらがなでもいいよ。もうわからんすぎてひらがなで書いた。あの2つ目っていうか、はい、2個も、はい、いきます。マジで普段私こんなこと言わないからね。しんじさん、いつもいつも私のことちゃんと見てくれて、違う、しんじさん、いつもいつも私のことちゃんと見てくれるしんじさんが好きです。これからもいっぱい見てね。お仕事で疲れた時は癒されるように頑張るね。おめでとう。おめでとう。どう、愛情こもってるやろ、めちゃめちゃ愛情こもってるやろ、普段言わない言葉を思ってる、本当に思ってることちゃんと書いただけやからね、素直に自分の感情を。かなかゆ、普段言わないことを言ったからかなかゆ。なんでやねん、普段から言ってないから。おいビビるな。ありがとう、めちゃくちゃ元気になりましたよ。嬉しい。これからもいっぱい元気与えれるように頑張ります。ありがとうね、おめでとう。そしてちょっとね、あのあれ、いなかった人の名前一回呼びますね。3月5日、ふたばさんいらっしゃいますか。ふたばさん、ふたばさん、今日のゆうちゃんの動きかわいい。え、あ、いつもと変わらんねんけど。うせやん、なんも特別かわいい動きしないよ。あ、あー、クマクマ、ふたばさんいらっしゃらないかな、いないかな。3月11日、マイロさんいらっしゃいますか、いらっしゃいますか。今日テンション高い、嘘マジで、あんま、いや別に高くしてるつもりなかったかな。ふま言うな
マイロさんいないかな。ほら、買ったって落ち。いないかな。3月13日のマスオさん。いないかな。3月13日のにゃーさん。いないな。全然いないね。あー、おった。はーい、遅くなってごめんなさい。あー、いたー、よかった。にゃーさんいらっしゃった。おめでとうございます。お仕事お疲れ様です。お疲れ。リクエストあればください。お、ユーミンタイム。ユーミンタイム。まだやってたんすよ。そうなんす。ゆうちゃんの絵が好きなのでイラスト付きのメッセージでもいいですか。いいよ。ちょっと待ってな。ちょ、みんなで話しといてな。またあれ、黒のペンどこ行った。イラストなんかちょっと自分のキャラクターのプチマロ描いたけど、なんか下手くせえな。もうざっと、
1マロしか書いてないけどいいかな。はい、にゃーさんおめでとう、素敵な1年にしてね。プチマロかわいい、叫んでる、大好きだこれから、え、何が言ってるの、これからもっと私のこと知ってください。私と私のメッセージとプチマロのメッセージ両方入ってる。アメリカからおはよう、めちゃめちゃ好きです、あなたが元気だと嬉しいですねありがとう Thank you。 アメリカはもうあれか、朝なんか、かわいい、このプチマロは私のお気に入りです。もっとね服とか着させたいねんけどな、ちょっとそれはちょっとまだ考えてなくて。どうですかにゃーさん、かわいい、ありがとうございます、これからもずっと応援します、プチマロもゆーちゃんも大好きやってた、ありがとう、おめでとう、素敵な1年にしてね。プチマロはねなかなか出さないからな、サイン会とかそういうのでしか出さないから、リア。続いてあれ最後かな、3月22日生まれのエイミさん、メイミさん、メイミさんいらっしゃいますか、メイミさん、リアの子なのね、そうリアの子なの、そんな頻繁に書いてないからな、いろんなね種類あるんですよ、顔が、喜怒哀楽、めいみさん、いらっしゃらないね、ということで3月の逆生誕祭はこれでおしまいになります。送ってくださった方ありがとうございました。今プチマロン喜怒哀楽 T シャツ着てますがナイス、今日めっちゃ落ち込んでるけどゆうちゃんに祝ってもらえてすごく幸せだったよ、ありがとう、やって、お、よかった、おめでとうございます、3月生まれの皆さん、ちょっとお待たせしちゃって本当にすいません。3月生まれの皆さんが1年間楽しいことがたくさんあることを願っています、おめでとう、嬉しい、みんなに喜んでもらえて嬉しい、やりがいがありました、この企画やってよかったなって思います。で、何やったっけ、あのカラコンやったっけカラコンちょっとしまってきていいかな、カラコン、これあかん、若い子多かったね、確かにね、確かに確かに若い子多かったな、カラコンは、今使ってるカラコンはな、ラウェールアクアリッチ、ラウェールっていうやつです、アクアリッチっていうやつですね、これ使ってます、これになりますこうやって見ると結構、はい、これになります、
これは、まあ、プライベート用でしか使わないかな、もしかしたら。わからないけど、コンサートとかでも使うかもしれないし、公演とかで使うかもしれない。これは気まぐれ。そう、昨日届いて今日つけてみました。で、これ合わせたら4種類あんねん。そう、4種類あって、まあ、公演用、コンサート用、撮影用のやつとプライベート用のやつが2個あります。で、さっきのやつは、まあ、プライベート用もあれば、ちょっと気分でコンサート用でも使えたらいいなっていうの。でも言うて、これちょっと派手すぎるから制服とかには合わないかもしれないから、まあ、ダンサブルの時とか結構かっこいい感じの時とか使えるのかなって。そう、これはちょっと衣装とかによって使い分けようかなって思ってます。ドアリはないの？ドアリはないの？私ゼロです。全部なしです。雰囲気変わるね。確かに。こういうカラコンをさ、もそもそも持ってなくて、基本暗めとかナチュラル系やけど、そう、プライベートやったら別にいいかなって。確かにこれがな、一番カラコン着てる感すごいよな。目に物を入れるとか恐ろしいやってさ。私も最初そうでしたよ。そうだけど、なんか入ってた入ってました。うん、あ、ゆきつんのカメラの時、ゆうちゃんのメイクすごい好きだったよ。っていうもに、あれ私もお気に入り。あれ全部 TikTok もインスタも Twitter も全部あのアイコンにしてます。カラコンは慣れですね。はい、ですかね。カラコン事情はそれだけですカラコンはこんな感じ。これに入れてます。あかりちゃんからもらったポーチ、ポーチカラコンの入れにしてる。あのメイクはチムさんですね。ちょっとちょっと来てこないで。あら、はじめまして、レイカさん、ありがとうございます。あの写真5枚セット買ったのに1枚しかゆうちゃん当たらんかったって。マジで？いいよね。あれ私は好きよ、あの写真。私のインスタもいっぱい見てくださいね、皆さん。インスタはコメントもしてください。フォロワーがね、最近めっちゃ増えて嬉しい。ゆうちゃんコンプしたかったお菓子食べたくなってきた、お菓子食べたくなってきた。そう、 TikTok も見てください。みんなはさ、何してる時の私が一番好きですか？めっちゃやたらバイク通るやん今日な。めっちゃうるさいよな。TikTok のさ、家までのやつがまともに見れないぐらいドキし、あ、家まで送ったらね。うん、明日グッドスプーン行って生写真コンプしていくわってさ。もうマジで？私のコンプしたら、インスタの DM とかツイッターのリプとか何でもいいんで投稿ツイートしてほしい。見る。ありがとう。笑ってる時と踊ってる時、あー嬉しいね。カニいじられてる時、生きてる時、圧倒的に公演、メンバーといる時、早くゆうちゃんの公演が見たい。ミルさん、プロデュース公演まだですかってさ。ねえ、私も早くしたいな。初日ウィンクでしょ。そう、
楽しみにしててください。ヤンキーの何言ってんのこの人全部ダンスカニ、あーそう、パフォーマンスしてる時ありがとう。踊ってるゆうちゃんが一番好きです。嬉しい。なんか食べてる時、おお、食べてる時、踊ってる時、いつでも。ラジオ、あー、パフォーマンスしてる時、特に公演劇場ね。ダンス踊ってる時、ゆうちゃんが笑顔で、ダンス多いね。でもメンバーがいじられる時もそうやな。公演中か、ショールーム接続悪すぎるでしょ。ごめんなさい、ショールームが固まっちゃいました。すいません。でもやっぱダンスが多いね。どんな時にもゆうちゃんが好きやってさ、あはー、フリチ、何してても可愛い。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんね、止まっちゃった。にゃん抽選が出るほど笑ってる時、ありがとう。それぞれで違うから良きやってさ、そう、なんか最近、まあでもね、ミルさんのプロデュース公演始まったら結構会える機会が多くなっちゃうと思うけど、多くなると思うけど、 MC でやかってる時やってさやかってる時か、あんまいないでその時の私が好きってね。その時はぜひぜひ会いに来てほしいなって思うしね。え、早くこの状況がマジで落ち着いてくれたらいいねんけど、また大阪がね増えてきてるっていうのが聞いたから、皆さんも気をつけてくださいね。もうお話し会もないからさ、綺麗だよってきたスタンプギフト、これ綺麗だよねえ、行きたいけど自粛。あー、そっか、遠い人はね、確かに関東とかやとみんな来れないもんな。そうだよね。まあでもいつか会えることを願って、それまで一緒に頑張っていきましょう頑張っていきましょう。でも私もう昔からずっとこれがやりたいっていうのがあって、そう、でもちょっとなかなかね、ちょっとあれがあれじゃん、大人の事情っていうのがそうあるから、ちょっとそう悩んでるんやけど、みんながねこうやってショールームほんまに久々にさ今日やったからさ、なんかうわー、もっとなんかみんなと一緒になんか楽しいこととか、なんかねえろ、まあ、このね、まあ、コロナの状況でやから、ちょもうちょっと楽しませることは何かしらできるんじゃないかなと思って、そうずっともう前からずっと考えててんけど、ははね、でもこのショールームでみんながこうやって会話できて楽しいなってやっぱ改めて思いますよね。ショールームあると思って今日一日の乗り切ったよって嬉しい。
今日の配信までゆうちゃん不足したので、不足してたので助かりました。ありがとうございます。みんながゆうちゃん不足にならないようにね、していかないとダメだなって思うし、それを久しぶりにゆうちゃん見れて最高でした。あ、いや、ほんまに久々やもんね。私もなんか久々にみんなと会ってる感じ会ってる感じがする。なんかごめんね、みんなのことをなんか悲しい思いをさせちゃってる私がすごい放置させて、放置っていうか放置してはないけど、あ、やめて、不足すぎて忘れそう忘れかけそうや、やめてください。それはショールームに随分助けられてる。確かにこのね、ライブ配信っていうのがね、あれからこうやって元気な姿見れるのは嬉しいやって。いや、でも嬉しい、こうやって私がね、久々、久しぶりやのにこうやってコメントしてくれたりとか見てくれて嬉しいです。ありがとうございます。ちょっとね、いろいろしたいこととかやりたいことがまだまだありますので、ちょっとみんなにね、ちょっと楽しい思いっていうか、癒される場所をちゃんと作ってあげようと思ってちょっと上からやなそう、ちゃんと作ってあげないとなって今ちょっとこのコメントを見て思いましたごめんね、放置にはしてないよ、全然放置にはしてないねん。ただね、この状況で公演がない中やから、しかもなかなかショールームしてなかったりとかね、ツイッターとかコメント、あのインスタとかね、投稿してなかったらそうなりますよね。心が離れていくよね、みんなとのね。無理せんでええからね。いや、別に全然無理してないね、全然無理してないし、むしろ、したいっていうか、そう、もう私は何やろ、それが好きやから、そうそう、してるだけであって、言ってるだけであって、ほんまにしたくなかったらこんな発言もしないし、それが離れていかんのじゃやつおっさんかのじゃできる時に絵文字 DD になりそう。おおおおおおお、ちなみに誰ですか。お、誰になりそうってこと、どういうこと、どういうこと、教えて。その間他の人見ようと思わないってさ、いますよね、なかなか自分の推し目が出てこへんから他の子を見るっていうのもいる人もいれば、こうやって他の人を見ようとは思わないって言ってくれるのも嬉しいね。したい時にしてくれたら駆けつけますよってさ、嬉しい。もうみんなの、私はさ、別にさ、若手でさ、そんな若手なメンバーじゃないし、そういうキャピキャピみたいなさ、可愛げなあるメンバーじゃないからさ、こそさ、そう、こうやってずっと応援してくれて、でも最近気になりますって言ってくれる人もいれば、そう、すごい嬉しい。もうね、9年間やってるからこそね、なんかね、いろいろ不安になっちゃうんですよやからこそすごい嬉しいから、私もそれに対して恩返しができるようなことをしたいし、まあみんなが疲れてる時に癒される存在でいたいなってすごく思うから、まあ、癒されるメンバーではないと思うけど
少しでもね、ゆうちゃん見て笑顔になれたとか勇気もらえたとかさ、あるじゃん。関東民のなかなか遠征できないけど、できるようになったらしたいなってさ。おお、ぜひぜひお待ちしてます。お待ちしております。仕事で疲れたのに今すごく癒されてる。嬉しいね、嬉しいね。ひっそりとゆうちゃん推し、ひっそりとこれからもういっぱい、もう全面に出して押してください。癒されてる。私はフレッシュで若い子よりできる子を好きになりがち。ゆうちゃんは存在自体が癒しです。嬉しい、ありがとうございます。もう1年ナンバー行ってないやってさ。うわー、マジ、うわー、もうナンバー不足になるんじゃん。ショールームで話できると落ち着くね。ね、落ち着くね。11時になったら終わろうかな。それまでみんなと会話しときます。会話しときます。なかなかショールームできなかったし、久々のショールームだから。ゆうちゃんのファン思いの優しい心の中を全て見た気がするってさ。お、見られてた。他のメンバー気になってしまったけど、やっぱりゆうちゃんが一番って戻ってきた。ありがとう、戻ってきてくれて。さすが。う、同じく行ってね、1年行ってない。あ、でも関東の人ね、行けないよね。関東なのか分からへんけど。そうそう、たっぷり語りましょうやってさ。なんかありました？最近最近ゆうちゃんのショールームに長時間やってくれるから嬉しいやってさ。マジで長時間やな私。関東ですよ。関東はね、なかなか行けないよね、難波にね。ゆうちゃんへの愛が増す一方ですってさ。もうどんどん増してください。悪い人おる悪い人おるぞ。女の子のアイドルにこんなに夢中になるとは思わなかったです。ゆうちゃんのファンになってよかったです。嬉しい、嬉しい、ありがとうにゃーさん。さあ北海道ね。ナンバーはどんな感じですか？ナンバー？いや変わらんな。私も最近行ってない、ナンバー。ほんまに行ってない。ここ1週間くらい行ってないんちゃう？確か。多分な。わからへん。記憶にない。私ほんまに最近さ、記憶飛んじゃうねん。いや、あ、よくないねんな。全然よくないことやねんけど。なんかね、昨日何したっけなーって。そう、なることが多い。ダメだよね。仕事忙しくてそうなので、今のうちに遊べるうちに遊んでおくやってさ、ね、楽しいことはいっぱいどんどんしていった方がいいよ。事務所にも、事務所最近、あーでも、あ、嘘や、嘘言った。1週間ぐらい難波に行ってないと嘘言ったな。行ったわ、もう行ってるな。
多分な。担任してんの？担任学校の先生ってこと？脳みそマジで頑張ってほしいな。あー人増えてるね。どこも増えてない？梅田もそうだし、神戸のとこも増えてるし、増えてるよな人がね。最近の私の出来事は、最近は美味しいものしか食べておりませんそう、あの私モバイルメールにね、そう飯トレをねめっちゃ送ったらさ、食べ過ぎに注意とかさ、食べ過ぎたらあかんでみたいなさコメント来たけど、そんな一日もさ、そんなさ、そんな量食べてないしと思いながら、なんなら1食2食ぐらいしか食べてないしと思いながら、ちょっとめっちゃ言うやんと思ったよな。痩せた？嘘、嘘やん、違うやん。なんかさ、みんながさ、私がはこのコンビニのスイーツとか載せた時に、そう、お買って食べてよみたいなさ言ってくれるのがすごく嬉しいし、そういうなんか共通するものっていうか、そういうところでも美味しさとかも分かち合えたらいいなと思って、怒ったのに、怒ったらずにそうやって言ってくるから、もう当分飯テロはもう送りません。あら、はじめまして、ありがとうございます、来てくれて。ちょっとそのコメント、ちょっと来た瞬間何人か書いててちょっと拗ねたよな。そんな食べてないし、分かってるし自分の体型ぐらいって思いながら。送りませんって言って次の日送ったりしてな。かりんちゃんファンは真似して食べてるらしい、食べたりしてるらしい。どういうこと？食べ物を？私のファンの人もそうですよ。食べ物をってこと？あ、もう食べ物しかないか。送った食べ物をってことですよね。そうで、私が嬉しかったのが、あの画像送ったんですよ、めちゃめちゃ運気の上がりそうな画像を。そう送ったら、インスタとかの DM とか、あのツイッターのリプで、あの待ち受けにしたよってそう DM の方では待ち受けにしたあのやつを写真送ってくれて、そう貼ってるのを見て嬉しかった、普通に嬉しかった。どう、運気上がってる？いや、あれは運気上がるんじゃなくて、私の愛情がどんどん上がる、まあ、いろんな意味の込めて。可愛いやろあれ。まあ、これはね、ちょっとこの話はね、もばめ撮ってる人にしかわからないからね、ぜひもばめ撮ってない方は私のもばめ撮ってください。まだ時間ないよ、うさ僕もしてる、ありがとう。大変な仕事、今日一つ終わったから運気アップしたか。お、ほら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 、ほらほらほら、見るたびににやけてしまう。もうその顔がちょっとにやけてるからな、その顔がもう運気アップやから。
新しい実習班、仲いい子となれたから運気上がった。お、素晴らしい。まあ、まだの方はね、これからですよ。これからこれから。そんな効果あるなら俺もしようかな。してなかったんかい。してよ、してよ。ゆうちゃんのグラビアグリグラララゆうちゃんのグラビアが見たいなーやって。グラビアね、昔はねめちゃめちゃうわしたいってなってたけど、もう今はねほんまにならないのよ。なんやろうな。いや、みんなの気持ちはすっごいわかるねんで、へえー、なんでよっていう気持ちはわかるねんけど、ちょっとなー。そうやね、昔はなグラビアの仕事あったりとか、そうなんかグラビアの仕事くださいとか言ってたけど、やりたいとかもずっと言ってたけど、今は全然やな。モバマにこれ書こうと思う時はどういう時？え？あ、みんなに見てもらいたいって思った時とか、あ、共有したいとか、こんなことあったよとか、そういうのかな。SNS は結構固くなりがちやん。公演終わりました、ありがとうございます、お話ありがとうございました。でもモバメではこういう高校があったんだよとか、そういう、私は詳しく書いちゃう、モバメの方には。そう、なんか別にこれ SNS に言ってもなーって思った時はメールに書いてるかな、多分。あ、こんなん食べてきましたとか。でもほぼそれやけど、今日これ食べてるよとか。そうやし、あとはなんやったっけ、あの昔やってたメンバーの裏側とか。あはは、そうやし、でもな、そんな長く書かへんからな、もう目は。グラビアはレアキャラでいてほしいなって。さ、レアキャラ、私レアなん？レアではなくない？重要があるんだし、やってみたら。グラビアを、はあ、ほら、推しのグラビアは直視できないので、スタイルいいのにもったいないよ。もっと痩せてからにして。もうね、今の体型で出したら何これってなるから、もっと痩せてからにしてほしい。もうそれも自分の自己管理やけどな。レアキャラって分からん。私も分からん。なんか書いてた。あ、年に1年ぐらい出てるからリアキャラやってさ。そうやね、言うてそんな頻繁にやってないからね、グラビアは。大好きなマネージャーさんに、あの、もう辞めたんですけど、大好きなマネージャーさんにこの間 DM で、夏になったら一緒に海で、何やったっけな、なんか書いてて、拝ましてくださいねとか書いてたな。そう、 DM 来てちょ笑いそうになった。あと夏になったら拝ましてくださいねって書いてたんか。まあ、今年の夏もね、着れる、着れないでしょう。たまにがいいよやでさ、たまに。じゃあ、そう、そんなバンバンにはやらないから、分からへん、私その規模によるからな。あかんな、ダメだ。そう、もうその時もし次乗るってなった時にめちゃめちゃ引き締めてくるわ、もうギュギュって引き締めてくるわ。でその時はちゃんと買ってみてくださいね。
ライズアップ行こうかみんなで。期待してます。私さずっと最近 DMM 見てたりしてんねんな。で2019年の公演とか見てたらめっちゃ細くてびっくりした。こんな1年で体型変わんのって思うぐらい徐々に体型が変わっていってショックだった。自分の自己管理が甘いなって。そう夜中夜な夜なガーンってなってた。ガーンってなってたわ。せやねん。でも女の子はな体型変わりやすいって言うけどさ、こんなすぐにそんなさ1年で変わると思わへんからさ、甘すぎたなっていう反省。夜な夜な反省してた。運動量な、公園がなくてもねちゃんとしなあかんけどね。今の感じが好き。ありがとう。確かに環境もねすごい変わったもんね。もうちょっと11時になるんじゃない。じゃあちょっととりあえずギフトをくださった方のお名前をお呼びします。ナンバー18さん、これなんて言うの、双葉さん、え双葉さんいるんじゃね。双葉さん、これ炙りカルビ DD さん、にゃーさん、ともたんさん、なるまさん、めぐさん、みっちゃん、みーちゃん、こうきさん、ゆうりちゃん、なにわの女、おきょうさん、うん、くたこ焼きかわいい、ナンバー、ヒョウ柄のあれになってるやん、ふみかちゃん、こばぴょんさん、しげやん、わむさん、ナンバー18さん、ゆたか、森田たけしさん、きーちゃん、うちなんちゅう、しんじさん、くにさん、たかさん、共犯球、これ共犯球って言うのこれ、共犯球、ナンバーイさん、マリナさん、あやばい、めっちゃずれてきた、カラコンが、2番目のトモさん、ナルマーさん、リリー小山さん、シュンスケさん、リカさん、ケンピーさん、森田たけしさん、言ったか、トモタン、あれ言ったっけ。すごい今日めっちゃ多いギフトが。アブリカルビ DD さん、マオキュン推しさん、おやじ4646さん、やばい、めんちゅう、うちなんちゅう、あ言ったっけ、京阪急か、あれ双葉さん、あれ待って、うん、見て、いるじゃん。ちょっと結局生誕祭に戻していいですか。双葉さんおめでとうございます。3月5日双葉さん延長やな、これは来てくれてた。よかった、間に合って、間に合ってっていうか、あのギフト送ってくれてなかったら逃してたわ。バイトがあって遅れましたやでさ、お疲れ様、お誕生日おめでとう、リクエストもありが、リクエストじゃない、送ってくれてありがとう、リクエストあれば送ってきてください。いやほんまにギリギリセーフ、ほんまに
気づいてよかったです。呼んでくれただけで嬉しいですって。双葉、私の友達も双葉っていう名前もいるんやけど、珍しいよね双葉。遅くなっちゃうので歌は大丈夫ですよやってさ、あらそんな気にしなくていいのに。気にしたくていいのにょ、いいのにょいいのにょいいのよ。じゃあ双葉さんのあのリクエスト曲でちょっとショールーム終わろうかな。それやったらやから、リクエスト曲送ってくれてもいいかな。だったらゆうちゃんが一番好きな歌でお願いします。一番か悩む。ちょっと待って、それが一番困る困る回答ですね。ない一番か悩むな。双葉さんちょっと一番くださいよ。ないな。あ、わかった。いい私勝手に決めて。一番ではないけど、今この季節にぴったりの歌を歌いますね。あ、ワルミン来たワルミン来た。どっちでもいいよ。どっちがいい？一番好きな曲ね、入ってないからな。いいですか、私の好きな曲で。あ、好きなの歌ってください。優しい、優しい。どっちにしよう。どっちがいい？みんなにちょっと投票しよう。投票どれや。寒気すぎた。桜の花びらか、桜の木になろうやったっけ。か、十年桜。1、桜の花びらたち。2、桜の木になろう。3、十年桜。いけますか。1、桜の花びらたち。2、桜の木になろう。3、十年桜。投票よろしく。全部しんみりするけど全部しんみりするけど、まあこの季節にぴったりの。しんみり系あんまりよくないか。ワルミンいないねん。あ、行きます。桜の木になろうや。あ、違う桜の花びらだし。くれるわ桜の花びらた。お、来た。
教室の窓辺からうららかな日だまり、あとわずかの春のカレンダー、授業中見渡せば同じ制服着た仲間たちが大人に見える、それぞれの未来へと旅立ってゆくんだね、その背中に夢の羽が生えてる、桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く、私たちに明日の自由と勇気をくれるわ、桜の花びらたちが咲く頃、どこかで誰かがきっと祈ってる、新しい世界のドアを自分のその手で開くこと。喧嘩して電話してないと断ったね、悩んだ日がなぜか懐かしい、喜びも悲しみも振り向けば道のり、どんな時も一人じゃなかった、卒業写真の中私は微笑んで、過ぎる季節見送りたいさよなら、涙の花びらたちがハラハラ、この方法を流れ落ちて歩き出す、青い空を見上げ大きく深呼吸しながら、涙の花びらたちが思い出のその分だけ美しく、目の前の大人の階段一緒に登って手を振ろう、すごい桜、桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く、私たちに明日の自由と勇気をくれるわ、桜の花びらたちが咲く頃、どこかで誰かがきっと祈ってる、新しい涙の花びらたちがハラハラ、この頬を流れ落ちて歩き出す、青い空を見上げ大きく深呼吸しながら、涙の花びらたちがハラハラ、思い出のその分だけ美しく、目の前ありがとうございます、嬉しい、すごいね、嬉しい、ありがとうございました。いやもうね4月入りね、
一年あっという間ですかね、本当にね。また切り替えて一緒に頑張っていきましょう。おめでとうございます、3月生まれの皆さん。いい演出ができた、ありがとうございます。素晴らしい演出をね、綺麗かったよね、あんまりめっちゃ綺麗すぎた。ゆうちゃんと一緒にお花見できたやつさ、ありがとう。みんないっぱい桜をありがとうございます。嬉しいね、いろんな人が桜をいっぱい吹かしてくれてありがとう。いや、いい思い出です、本当にありがとうございます。じゃあとりあえずランキングの方を読ませていただきます。13位くにさん、12位しんじさん、11位けんぴーさん、10位みーちゃん、9位なるまーさん、8位ともたん、7位きーちゃん、6位まりなさん、5位森田たけしさん、4位2番目のともさん、3位 DD 小山さん、2位うちなんちゅう、1位はなんば18さんでした。18さん、まあ滑舌悪すぎるやろ。ありがとうございましたね。本当だ、双葉さんが遅れてきてくれたおかげですよ。いや本当にありがとうございました、本当に。じゃあ次は4月の生誕祭かな、でもその前に多分ショールームとかでやると思うので、ありがとう、また来てね。長時間配信ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。